えっと、今日も音読だけの韓国語をやりたいと思います。昨日ちょっと忘れちゃった。忘れちゃった。疲れちゃったってやめたので、今日は一回飛ばしました。じゃあ、ここから一緒に読みましょうね。ハングルは基本的に以下の3つの要素で構成されています。母音、モウエウン、モエウンって読むんだね、これ。韓国語には基本的な母音が10個あり、次の通りです。あ や、えを、これやね。あこ、あ、あが簡単。えをはいあの反対ね。えを、お、よ、う、ゆ、えう、い。あれ、簡単だな、これ、まあ。この形がね、日本語に比べると、ひらがなのんかに比べると、もう、すごい簡単。え、しん、じゃえおん。 基本的なシーンは14個あります。ちょっと待って、ぼ、ぼうは ?10 個ね。はいはいはい。あれ簡単ですね、そうすると。グ、ク、グかクか、どっちでもいいんです、これね。これね。ん、でっどっちでもいいのかなその時によるのかなル、る、る、ん、ぶ、ぷ、す、ぬ。ぼうの前では発音しませんが、ぼ音の後では、グと、 して発音します。ああん、ね。案外みたいな感じになるのか。ボイの前では発音なし。うん。はい。えっと、はい。待って待って。あ、これのこれね。はいはい。で、次が、えっと、じ、ち、く、る、ぷ、ん。だね。はい。文字の組み合わせ。 韓国語の文字は一つの音節が必ずシーンプラス母音の形で構成されます。シーンプラス母音。あ、日本語と同じだ。例えば、がは、ぐ。あ、これがこれね。ぐ。あ、の組み合わせです。が。れ。わわわわわ。なるほど。<laughs> こうなるわけね。ああ、だからなんかこれがってにして、これ組み合わさってんの。なるほどね。 アニョン派生用、これがヨでしょうだとすれば、これどういうことまあいいや。で、あの、前に戻ってあんまり考えないので、ね、私考えちゃうんですけど、考えない方が音読ではいいです。道路のせまたどっか出てきますから、で、その時の方が覚えやすいですか多たぶんね。えー、知識が増えてるんで。こんにちは。あ、そうだよね。アン、えー、ニョエオン。ニョエオン。 尿塩を、あ、こうはね、こういうことね。えそして、は、これと、これが、あで、これが、フか。はい。えー、せ、はいはい、せ、よ。これは、<laughs> これだけ見たい。<laughs> これだけ見たいです。えっと、ワイい、いと、いと、おだから、いはどれすか、い、い、い、どこかって、いってどっかにあったかな、あ,あ、ないな。 お、おは、おはどうなんだお。あ、これあったよがあった。あ、でも違う。これだよね。あ、これとこれってことよ、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 お、よ。んそしたらこうなるはずだよね。他にはないもんね。ここのとこちょっとわかりません。理解できませんが、まあ、とりあえずそういうことです。これ、アニハセイよで、これ、よと。とりあえず読みますが、そこらの説明ありません。あ、なかった。<laughs> はい。